うるせえ、俺は行くんだよ。今日こそ、今日こそお前にブランド物を持って帰ってきてやるからよ。うるせえ、口答えすんじゃねえよ。シモネルです、どうも。今日かなりの存在をしていた。うっ、違えんだよ、今日は夢を買いに行ったんだよ。ドンキホーテに夢を買いに行ったんだけなんだよ。どうしてもハロウィンのポムポムプリンフィギュアが欲しかったのによ。やっとプリン出たと思ったら他のキャラ全種類揃ってたわ。マジ出なすぎてないな、ほんと最後の方半泣きになりながらめくってたわ。つれーよ。本日は紐だけど今日もパチ打つというゲームをやっていきます。プッシュ、なこれアンコールアンコール、私たちはあの舞台に立つ。もし、すみません。少しよろしいですかな？なんか出てきた。可視化しエンディングだったんだ。え、完全に運でしかたどり着けない結末にたどり着いたあなたはすごい。え？そうなの？最初のエンドが隠しエンディングなの？ちょっと待って。